吉田です。さあ、今回はセドリの商品ランキングということで、高利益が期待できるおすすめの商品5000ですね。お伝えをしていきます。セドリの初心者の方必見です。リサーチは簡単で、そして高利益が期待できるおすすめの仕入れ商品カテゴリー5000。こちら詳しく解説していきます。 これを見れば実際の仕入れにすぐに活かせてセドリ成功への近道になります。最後までお見逃しがないようにお願いいたします。私の名前は吉田祐介と申します。2007年にセドリで起業してネットビジネス一筋、特に物販が得意です。ベテラン経営者ですが、世界最先端のビジネスをいち早く取り入れて稼いでいます。 内容を詳しく知りたい方は動画の概要欄から資料請求を行ってください。1番目です。おすすめの仕入れ商品カテゴリーランキング5000です。セドリを始めたばかりの方でもリサーチがしやすく、そして高い利益率が期待できる商品ジャンルがあります。ここでは初心者の方におすすめのセドリ仕入れ商品カテゴリーを5つご紹介し、 実際の仕入れに役立ててみましょう。さあ、1の1番目。家電製品です。家電製品はモデルチェンジが頻繁で、高利益が見込めるジャンルです。特にドライヤーやヘアアイロンなどの美容家電や扇風機、エアコンなどの季節家電は利益率が高い傾向にあります。 初心者の方は、まずは仕入れ価格が手頃な小型家電から始めてみましょう。慣れてきたら需要の高い大型家電に挑戦することで安定した利益を得られるようになります。ただし、大型の家電は保管や管理に手間がかかるため、最初は小型の商品からスタートし、徐々にステップアップすることでリスクを抑えることができます。 1>, 1の2番目、書籍、それから漫画です。書籍や漫画は身近で人気のうくつり変わりが激しいジャンルとなっています。需要の高い本や漫画を仕入れることで大きな利益を期待できます。販売対象の年齢層を絞ることで仕入れるべき商品も明確になるでしょう。また、1冊あたりのサイズが小さいので送料も抑えられます。 在庫管理もしやすく、在庫を抱えても保管場所に困らないのも魅力です。1の3番目、おもちゃです。おもちゃは安定して稼げるカテゴリーとして知られています。その時々の人気商品や季節に合わせたおもちゃを仕入れることで大きな利益を得ることができます。売れ筋商品と販売時期を見極めて在庫を適切に補充しておきましょう。 1の4、ゲームです。ゲームは子供から大人まで幅広い層に需要があります。近年のレトロブームにより、古いゲームでもプレミアがついて高値で取引されることがあります。ただし、製造番号や仕様の違いで価格が大きく変動する場合があるので注意が必要です。1の5、トレーティングカードです。 トレーディングカードはプレミア価格がつきやすい商品カテゴリーです。もともとは高値でなかったカードでも環境の変化で価値が急上昇することがあります。トレカが趣味の方は楽しみながらセドリのリサーチや販売ができるのが魅力です。 ゲームやおもちゃ、書籍、漫画と合わせて好きなことを仕事にしたい方は、セドリをきっかけにトレカの収集を始めてみるのも良いでしょう。2番目、セドリで利益商品を見つけるためのポイントです。セドリで確実に利益を上げるためには、売れる商品を見極めて仕入れることが重要です。そのための鍵となるのがリサーチです。 効率的かつ的確に売れる商品を見つけるためにリサーチツールを活用するという方法もあります。ここでは Amazon で販売する場合の利益商品を見つけるコツを解説していきます。出品可能な商品か確認するということ。それから商品の売れ行きをチェックするということ。そして仕入れ価格と販売価格の差額を確認し、 え、利益が出るかを計算するということです。2の1番目、出品可能な商品かを確認するということです。せっかく仕入れても Amazon で出品できない商品では意味がありません。そうした事態を避けるために事前に確認が必要です。Amazon の出品制限について。 アマゾンでは特定のブランドやメーカーの商品に対して出品制限がかかることがあります。出品制限の基準は公表されておらず、品目やカテゴリー、アカウントごとに異なるようです。この出品制限は偽物や仕入れ先不明の商品を防ぎ、ユーザーに安心して購入してもらうためと考えられます。 出品制限の有無は Amazon セラーセントラルや Amazon セラーアプリから確認ができます。心眼調査への対応です。Amazon では、えー、専門部署であるアカウントスペシャリストによって心眼調査が徹底されています。心眼調査には以下の3種類があります。ランダムピック型、それから知的財産権型、それからクレーム型です。 各種類の特徴を理解して適切に対応ができるようにしておきましょう。2の2、商品の売れ行きをチェックするということです。Amazon でその商品が売れているかどうかを確認することも重要です。販売前に売れ行きを予測するためにはリサーチツールを活用するのがおすすめです。 キーパー、それからわかるんだなどのツールを使うことで商品の需要や価格変動を把握し売れる商品を見極めることができます。2-3、3利益計算を行いましょう。セラースケットのわかるんだにある利益計算機能を使えば簡単に利益計算が可能です。Amazon の商品ページを開くと販売手数料を差し引いた後の振込額が表示されます。 仕入れ値を入力するだけで利益率をけ自動計算してくれるので効率的なリサーチが実現します。3番目、仕入れ時の注意点についてお伝えをしていきます。仕入れを行う際には以下のポイントに注意をしましょう。まず、偽物商品の取り扱いを避けるということ。販売タイミングと価格設定に注意をするということ。 それから、中古品を扱う場合は個別、個物証の許可証が必要だということです。順番に見ていきましょう。3-1、1偽物商品の取り扱いを避けるということです。市場には偽物商品が出回っていることがあります。フリマサイトやオークション、そして海外サイトなどで仕入れる際は特に注意が必要です。 特にブランド品は偽物が多いため、見極めが難しい場合は仕入れを避けるのが無難です。3-2、販売タイミングと価格設定に注意です。商品によって売れる時期、それからタイミングがあります。季節外れの商品を販売しても売れにくいため、仕入れ前にしっかりリサーチをしましょう。また、価格設定も重要です。 相場に合わない高値では売れず、安すぎると利益が出ません。適正価格を設定することが大切です。3の3、古物商の許可証。こちらの取得です。中古品を利益目的で販売する場合、古物商の許可証が必要になってきます無許。無許可での販売は法律違反となるため、中古品を扱う場合は事前に申請を行ってください。 個人使用のために購入した中古品を不要になって販売する場合は許可証は不要です。4番目、セドリで成功するための3つのコツについてお伝えをします。セドリで売上を伸ばすためには次の3つのポイントを抑えることが重要です。まず1つ目、セドリに適した商品を選ぶということ。それから取引コストをできるだけ抑えるということ。 そして、中国輸入を活用するということです。じゃあ、順番に見ていきましょう。背取りに適した商品を選ぶということです。背取りに向いている商品とそうでない商品があります。以下の特徴を持つ商品は背取りに適しています。まず、一つ目は、競合が少ない商品です。 他の人が仕入れにくい商品は価格競争が起きにくく高い利益が期待できます。次に、在庫管理が簡単な商品ですね。本、それから CD、おもちゃなど保管スペースを取らない商品は在庫管理が楽です。そして回転率が高い商品です。すぐに売れる商品は資金の回転が良く、そして安定した利益を生み出します。 4の2、取引コストをできるだけ抑えるということ。仕入れ価格と販売価格の差額を大きくするために、取引にかかるコスト、こちらを見直しましょう。次は、仕入れ値を下げるということです。安く仕入れることで利益率が上がります。そして、手数料や送料を抑えるということです。販売プラットフォームの手数料や 配送コストを最小限にすす。るという工夫が必要です、はい、次に、中国輸入を活用しましょう。中国の製品は低コストで仕入れられるため、利益率を高めることができます。中国輸入ビジネスの活用です。アリババ、それからタオバオなどのプラットフォームサービスを利用して安価で、そしてニーズの高い商品を仕入れましょう。 品質の見極めです。近年の中国製品は品質が向上しているものの商品のクオリティをしっかりと確認することが重要です。以下のポイントを押さえてセドリでの成功を目指してください。ということで、まとめです。セドリで成功するためのおすすめ商品、カテゴリー、それから利益商品の見つけ方、 仕入れ時の注意点、そして成功のための3つのコツ、こちらをまとめました。今すぐ行動を起こして、あなたも背取りで成功への一歩を踏み出してください。ということで、この動画が良かったらぜひチャンネル登録、それから高評価をお願いいたします。そして本気で稼ぎたいということは動画の概要欄から資料請求をしてみてください。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。